どうもこんにちは。はい、こんにちは、スプレーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。本日は、はい、スノーボードを紹介したいと思います。はい、この白い板、はい、見覚えあるでしょ。これはですね、はい、なかなかお目にかかることはない、はい、板でございますね。コルアスシェイプスの、はい、ウーバーエッグを、ウーバーエッグ紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。こいつやばくない？いや、これはもう本当にやばいと思う。極物中の極物。この見た目の存在感とかマジやばい、ね。やばいですね。そう。太いし、はい、なんかビンディングのところいっぱい穴開いてるし、はい、もうなんか形がアイスのヘラですよね。いや、本当なんですよこれ。まあコルアシェイプスはこの白いデッキにこの赤ソール ね、 そうかっこいいですよね。このクラシックラインって、はい、まあ、これがもう定番中の。ザ・コルアシェイプスっていう、そうですね、白赤のね、はい、めでたいやつですよ、はい、はい、このどぶとい板に形状がちょっと特徴的なんですよ。いや、そうなんですよ、これやばいんですよ。これもうフルロッカーって言って逆に反ってるっていうね、はい、ちょっと分かりづらいんだけど、はい、これちょっと置いてみるからね、はい、このノーズテールでこう押すとこのシーソーの感じ、わかるね、はい、しかも、はい、コンケーブもひどい、はい、これね、そうなんですよね。そう、これ横もこれわかるね、横もすごい、うん、もう全体的に丸、何？船もうほんとこれ船です、もう板じゃない、もうすでに板の形状してないですもん。だってこれ板今多分地面真ん中しか、そうそうそう、これ回転しちゃいますもんね。ほんとやばいよねこれね。だって真ん中の点でしか接してないから、いや、すごいことになってんだ。その割には結構フレックスはしっかりしてて、あ、ちょい硬めなんですね。そうなんですよ、さっきなんかちょっとメーカーサイト調べたら、はい、フルロッカーだから初心者の人にも安心なんて書いてあったけど初心者の人まずこれ買わないでしょこれ選ぶ人相当な極物ですよ、ね、いや、俺初心者だからこの板買おうかな。いないいない、うん、ちょっと進めれない感じ。そうですね。しかもなんか噂に聞くと、うん、これパウダーのところで乗ったら、うん、爆速らしいです。いや、そうそう、まあロッカーっていう形状自体が、はい、パウダーの浮力とそのスピード感とそのコントロール性がいいって言われてて、はい、うん、メーカーサイト見た感じでは、はい、もうアッセスゲレンデも相当な自信がある。そうなんすね、うん、まあぶっちゃけ言うと自分も乗ったことないんだけど気になっちゃう、ね、いや気になっちゃいますね。こんだけノーズがぶっとくてテールがそんな細かったらどういう動きすんのかなって。いや、そうなんだよね。ちょっと最小スタンス、もうこの 2x4 とさらに 4x4 の位置が一番最小スタンスで42センチからスタンス取れるんだけど、42センチ子供乗れるんじゃないこれ。乗れますよね。まあ板のレングスは157だけどキッズでも乗れるっていう。やばい、キッズこんなの乗ってたらちょっと引くな。でもなんかこの最小スタンスって、まあサーフィンもそうなんだけど、すごいこう幅の狭いスタンスで乗るっていうスタイルも、はいはい、結構あるんだよね。いや気になっちゃうな、これこれはもう完全にクロート好みの板ですよね。だってこれに短いスタンスで乗ってパウダーを誰にも追いつけないぐらいの爆速で滑ってたら、でもあの人何者だってなりますよね。なんならちょっとこう両方セットフロントでつけたりとか、あがっちりセットバックつけたりとか、すげえ一応リコメンドスタンスはこの5-4-5-4の真ん中で54センチっていう、はい、54センチ、まあ、使ってるライダーもニコラス・ウォルテンって身長177センチで体重66キロとかなんかそれぐらいのライダーなんで、はいはい、のブーツサイズも 8.5 インチで 26.5 センチ、うん、身長まあまああるけど足大きくないだよ、ね、そうですね。そう、またなんか映像とかもめっちゃかっこいいんだよね。ああ、そう、コルアは映像すごいですよね。 そう、うん、そこもぜひチェックしてもらいたいなと思うんですけど、はい、なんかその映像を見たらこの板の乗り方のヒントが隠されてるような、いや、そうなんです、気しますよね。そう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 、また映像かっこよくて、はい、錯覚しちゃう系だからあ、なんか俺も簡単に乗れそうみたいな。絶対この板簡単に乗れるわけないと思うもん。こんな風に乗れるのかできんのかみたいな感じになるね、はい、ね、でもこれでも本当にこれでパウダー一回滑ってみたいな。いや、これ乗ってみたいっしょ。もうだってホバークラフトというか船というか UFO ですよね、いや UFO だよ、ね、本当 UFO ですよね。これ本当さ、もう横から見たらすごいもんな、ね、まあ、この多分サイドカーブがあんまりないのに、はい、このロッカーだから圧接ゲレンデのこう回
点半径も結構小さく持っていけるんじゃないかなって。あ、そういうことなんですね。これはでもビンディングとかどういうの合わせたらいいんだろう。それこそニコラス・ウォルテンはユニオンのチームとか、はい、フラックスの XF をなんか使ってるみたいなね。あ、そうなんですね。へえ。こうサーフライドなのか、こうガシガシこうタフなビンディングなのかっていうのは、まあ、そのライダー次第でまたちょっと雰囲気も変わってくると思うんですよね。そうですね、うん、なんかそれこそビンディングの硬さとか柔らかさとかで板の操作性が化けそうな気しますね。そうだね、はい。まあ、硬いとやっぱ操作性もレスポンスも良くなるし、はい、柔らかいとぬめっとぬるっとした感じのスノーサーフライドみたいな感じになるからね。そうですね、うん、これもし乗るとしたら荷重ってやっぱりセンターなんですかね、うん、いやどっちに持ってっかなって感じするね。あ、そこの楽しみもあるっていう。あ、そう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 。あ、そっかそっか、うん、フロントの方に乗せるのか後ろなのかセンターなのかはそうね、その人の楽しみ方次第みたいなところ。そうそうそう、もう本当に付け方で全然違う楽しみ方になるから、ね、あ、確かにさっきセットフロントでも面白そうって言ってましたもんね。まあこんだけノーズ太かったら、はい、全然セットフロントでもいけっかなって感じする、ね、ああ、そうか、そういうことか、うん、なんだかあまりにも未知数なんで乗り方もどうしていいのかセッティングもどうしていいのかなんかこれ買ったらなんか手探り手探りで冬がワンシーズンこの板のために費やすことになりそう。確かにもういろいろ試してみたくなるよ ね。そうですね、うん、まあロッカーでコンケーブでしかもスタンスもよりどり緑でみたいな、はい、なんかスノーボードまたちょっと楽しくなる感じする。そうですね、うん、山でこれ持ってる人見かけたらこの人ただものじゃないなってやっぱ思っちゃいますよ ね。やばウーバーエッグだみたいな。前回前に紹介したポケットロケット、はいはい、ポケットマネット129センチの大人板ね、はいはい、うん、まあ、それもそうだしこのウーバーエッグもそうだし。そうですね、ポケットロケットとウーバーエッグ持ってるやつは気をつけろって感じですね。ただもんじゃないぞっていうまあそれを作るコロアシエプスもすごいな。そうですね、極物メーカーですよね。そうそう本当に、ちなみにプライスは92,400円となってますんで、はい、ぜひ、店頭でもチェックしていただきたいの思ってますよ。はい、はい、てな感じで、はい、このコロアシェイプスウーバーエッグ紹介しました。はい、はい、もしよかったらいいね高評価もよろしくお願いします。はい、チャンネル登録もお忘れなく。はい、それでは良いシーズンを。ありがとう、ありがとうございます。また。